前田銀2月21日隊は日本の俳優。本名及び旧芸名は前田信明。前田企画所属。次男は俳優の前田厚。4男は競技ダンス選手の前田徹。る。1944年2月21日に山口県豊富市にて生まれる。父親は同盟通信山口支局に勤務する記者。母親はタイプライター教師だった。 家庭環境不良のため、生後間もなくして、前田家の養子に入るが、5歳の時に養母を、12歳の時に養父をなくす。その後は実家に戻らず、知り合いの家を転々とし、中学卒業後は、山口県立法府高等学校に進学するが1960年に1年で中退する。高校中退後は、大阪の家具屋に就職。その当時、黒明監督の 野良犬や七人の侍を見て感動したことにより、役者を志し、演劇研究所に通うようになる。それと、並行して高校卒業の資格を取るために通信教育の高校に入学。1962年、通信教育による高校卒業資格取得後、本格的に役者を目指して上京する。東京芸術座研究所。 1> 第1期生となり、1963年、劇団俳優座養成所15期生となる。同期に、千い武雄、原田義雄、夏柳勲、い小野武彦、村井くに林隆三、高橋昭英、秋野大作、浜畑健吉、龍崎まる、栗原小牧、大地紀和子、赤ざみよこ、三田和ずらがいる。工事現場や、印刷工、 サンドイッチマンなどの労働に励みながら役者になるチャンスを伺った。1964年に学年上の女性と結婚。大阪の家具屋時代には当時大阪市淀川区13で新婚生活を送っていた大村今の兵庫県天ヶ崎への引っ越しを手伝ったことがある。デビューから1966年までは本名の前田信明で活動し、 翌1967年より現在の芸名へ改名俳優仲間からは、銀ちゃん、後輩の役者たちやタレント人からは、銀さんの愛称で呼ばれる。1964年、判決第一シリーズ第105話沖縄の子でデビュー。1965年、純愛物語に主役として出演する。1968年、 現在の芸名に改名直後に出演した奴隷工場で誠実な婚姻役を演じる。この演技が山田洋次監督の目に留まり、1969年、山田監督の映画、男は辛いように虎次郎の妹桜に惚れる印刷工、諏訪博志役として出演した。この役柄に前田の人柄がベストマッチし、桜と結婚した博志として、 シリーズ50作すべてに出演した。1977年には森谷志郎監督、八甲田山で斉藤王朝を演じる。橋田菅子、石福子関連作品には多数出演しており、特に1980年放送の心での宮寺純一役は前田の代表作になった。大英ドラマへの起用も多く、しぶとい役役を演じた。 2002年4月から半年間、テレビ朝日系のスーパーモーニングの司会を務めた。また、歌手としてもシングルレコード3枚、シングル CD1 枚をリリースしている。近年では、テレビラジオのバラエティ番組やトーク番組、新聞、雑誌等のインタビューへの出演も多い。2020年3月まで、放送のテレビ東京系のクイズ番組、2代目。 和風総本家の二代目司会を2019年5月16日から務めていた。2017年9月18日に放送した渡る世間は鬼ばかり史上初3時間スペシャルに出演。ありがとうございます。